聴者の皆さん、こんばんは。乃木坂46の梅澤美波です。こんばんは、小橋よりです。柿はるかです。早川せいらです。さあ、ということで始まりました、乃木坂46と本気で恋するスマホゲーム、乃木恋6周年記念 YouTube 特番。ということで、まあ今日は久保チャンネル、そして LINE ライブ、そしてオールナイトニッポンと MC 業で大活躍中の久保ちゃんに MC をお任せしたいと思います。言ってくるね。お願いします。受け止まりました、はい、頑張りたいと思いますが、はい、早速なんですけど、この4人だけでトークするっていうの意外となかった？ないですね。ないです。ない気がする。どうですか、カッキー？嬉しいです。なんか安心しきっちゃって、なんかわーってなっちゃう。安心ってなっちゃう。なんかもう緊張はない4人な気がするね。よく喋る感じもするけど、セイラちゃんはいかがです？なんか意外とこう撮影の時とかちょっとしたことで盛り上がれる4人で、すごく楽しかったです。その空気のまま今日もね、楽しく4人でいろんなお話をしていけたらと思います。はい、が、まもなく乃木恋が6周年を迎えるということで企画された今回の特番なんですけれども、私と梅澤美波ちゃんはですね、すでにね、素敵な役割をね、いただき、ある企画をそれぞれ実施したんですよね。そうなんですよ。私と久保はね、乃木恋さんから6周年アンバサダーという役割をなんといただきまして、先日私はキャプテンの1期生の秋元真夏さんと、そして久保は2期生の北野日向子さんと、君がいるから僕はここを好きになるというタイトルで、過去現在未来をテーマに日帰り2人旅をね、行ってきたんですよ。その、ね、様子が乃木恋の YouTube チャンネルでも公開されましたね、先日ね。すごい楽しい旅でしたけども、いや本当に真夏さんと梅はさ、こうやって副キャプテンに就任して、しっかり話す機会もね、結構増えたと思うけど、どうでした？そうなんだよ。でもなんか本当にただただ楽しい旅だったの、もういいんですか、これ、こんな贅沢なことをさせていただいてみたいな感じだったんだけど、でもやっぱり、まあ、移動中とかもそうだけど、ずっとまあ、グループのことについて話したりとかもしたし、それこそ神宮球場に行ったから、なんか近い未来としてまたね、もう立てたらいいな、ここにっていうので話したりとかもして、すごいいい時間だった。すごい深い話もしてたじゃないですか。したの。お手紙もいただいたりして、大事な時間だったなって思うし、あんまりこういう機会いただかないとさ、なんかなかなか2人でっていうのはなんかなかったりもするから、本当に貴重だったなって思いますね。もう本当に台本もなくさ、ただただこう2人で楽しくしたい話をしてっていう感じだったじゃない、で私もひなこさんと一緒に、そう、日帰り旅をさせてもらったんですけど、もうカメラが止まってる時もずっとこのテンションだったから、私よりひなこさんがもうこのテンションよ。私の5倍ぐらいテンションが高くて、もう止められなかったの、制御が効かなかったから、正直なんか多分その映ってる映像の、あの、なんだろう、使われてない部分が多分やばすぎたんだと思う。暴れすぎて、いや結構さ、使われてるところでも結構だったよ。そうなのよ。オープニングからずっとかっ飛ばしてるんだけど、まあラストなんかはね、そのグランピングで夜一緒にご飯も食べながら、私もひなこさんがそのご卒業がもう決まってたので、それについても一緒に話したりなんかしたけど、なんかやっぱひなこさんってメンバーのことすごい好きでいてくれるじゃない、で後輩のこともすごい大好きだしっていう言葉もいただいたから、改めてね、大事なものを受け継いで頑張っていかなきゃなと思った。本当そんなきっかけをいただいた時間にもなりましたね。またね、いろんな組み合わせで、その2人っていうのがすごいいいじゃない、だからいろんな組み合わせで見たいなと思うんだけど、カッキーは、先輩と行くとしたら誰と行きたい？日帰り旅、ちょっとなんか様子がおかしいよ。大丈夫？2人旅じゃないんですけど、やっぱりなんかこの4人がすごい楽しかったので、なんか4人で行きたい。嬉しい、ね、嬉しい。そんなに楽しんでくれてたの？ずっと見てたんです。楽しんでたっていうか、なんか、あのトマトの入れ物かわいいね。ロケ先にあったね。ロケ先にあった。なんかこれだけトマトのケチャップ入れだけで
何回話したか確かに結構盛り上がった、結構盛り上がって、うん、楽しかったから、なんか2人じゃないけどなんか行きたいなって思って、うん、行きたい、うん、セイラちゃんは もしもちろん4人で行きたいけど、うん、もし2人で行くなら待ってこの辺で言いにくいね、いいよもう正直に、でもなあ、与田さんと行ってみたいです。あら、同い年なんですよ。あ、そうだよね、私2人だけだよ。そうなんですよ、あんまりこう深くお話ししたことないから、うん、どんなこと考えてるのかなとかいろいろ聞いてみたいなっていうのがちょっと、うん、いい組み合わせだね、うん、というわけで君がいるから僕はここを好きになるのお話からスタートした乃木恋6周年特番、最後まで楽しんでいきましょう。はい、では早速メインとなるトークテーマに移りたいと思います。深き発表お願いします。乃木恋6周年企画ドラマまた好きって言わなくちゃトーク、イエーイ。そうなんです、実はですね、さっきのお話の中でもちょいちょいあの話題に上がっていたんですが、うん、私たち4人で乃木恋ショートドラマの撮影を行ってきました、うん、4月の13日からまた好きって言わなくちゃが YouTube で無料配信スタートしました。おイエーイ。そうなんですよ、もう見ていただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、実は私たちまだこの現在の時点でまだ映像を見てないんですよね。そうだから今初めてね、私たちが見るところを一緒に皆さん見ていくところをご覧いただければと思います、はい、では早速本編を見ながら撮影を振り返っていきましょう。VTR どうぞ。なんかちょっと恥ずかしくない？恥ずかしますね。恥ずかすね。なんかちょっとさ、うん、もうあやったね。キャラだよね。あの二人は？あ、さっきここ新しい子が女性の近づけてね。濃かったですね。濃かった。授業の後にシーロの話までされた。クタクタですよ。ガッキー、セイラの将来のこと一緒に考えよう。なんだよ、自分で考えなって。もう愛が足りへん。愛が足りへん状態入ってる。高校生は大変だね。いいな、私も早く大学行きたいです。いいよ、早く起きなくていいし。あ、羨ましい。セイラがセイラの前に。めっちゃ恥ずかしい。え、なんですか？恋をしよう。恋？そう。みんな本気で恋をしよう。せやつ。このまま青春終わっていいの？高校時代から毎日のようにこの同じ喫茶店で集まって。あ、ケチャップ映ってない？あ、映ってる。可愛いケチャップ。同じような話してる。映ってるね。それでいいの？別に楽しいし。なんで未だに誰も彼氏ができない。怖いな。おかしいじゃん、みんなめっちゃ可愛いよ。可愛いな。セイラやっぱり可愛いですかね。どこでワイか。みんな彼氏欲しくないの。ガチだ、まあね、じゃあ作ろう。でもどうやって作ったらいいキャラしてるな、任せて。楽しかったよね。私めっちゃ研究したから、ここ好き。研究のけぞり方。まあ漫画だけど憧れるよね、こういうさ喫茶店で集まってとかさ、うん、いいね。ね、すごい。でもみんな現役ではないもんね、もう。そうですね、実は。実はめっちゃ似合うけどね。声が大きい。これ好き、このツッコミが大きい。大きい。ここに一番気合い入れてた。一番気合い入れた。実はこの間知り合った大学の先輩がいまして。うちの大学？初耳。セイラも知らん。それで目が飛び出そう。まさか一緒に帰らないかって。かわいい。それ完全に恋の始まりじゃん。読んでる漫画にもそういうシーンあったもん。ここかっこいい。いや、あ、自分一人で帰れるんで大丈夫です。かっこいい。イケメン。イケメンだよね。断っちゃった？昔から好きな人の前になると照れて
変な感じになっちゃう癖があって。エールとイケメンになっちゃうって珍しい体質だね、うん、では各県にはイケメン禁止令を発令します。恋を実らせるために何その例。はい、頑張ります。カメラすごいよね。すごい、ね、うん、シュッと。まずい、うちの大学のカップル。もういや私さ、これさ、なんかあさっての方向向いてくださいって言われたんで、なんかやっぱちょっと異質じゃない。異質だった。でもうまいよ今、固まってた。うちらも恋愛経験ゼロだったけど、ここでバンダルどうすんの。で、セイラはどうなの。最近恋の予感はあった。似合う、似合う、似合う。運命の人に出会っちゃったかもしれない。運命の人か。あ、これね、すごいアドリブだよ。全部相手は相手なんですけど、監督がね、気に入ってくださって、ときめいてしまって。まあ毎日通学路で待ち伏せしてます。待ち伏せ、なんか怖くない。だって他の女の子と通学してたら嫌じゃないですか。今度手作りのお弁当作っちゃおうかなって。いきなり手作り、それはさすがに重くない。え、そうなんですか。重い女は惹かれるかも。まずは相手の気持ちを確かめる。恋愛は一人じゃなくて二人でするものだから。あー、かっこいい。この漫画にも書いてある。テロップ、テロップいいね。動画と使い回したいね。確かに。絶対いるよ、ファンに。そうだよ、仲良くなった男の子がいるって言ってたじゃん。別にいい感じっていうか。もしかして何かあったんですか。昨日、今度の週末空いてるって言われた。自由にやらせてもらってます。分かんないよ、盛り込んだよね。自分で聞くのが趣味なのかもしれないし。何その悲しい趣味。ついに梅沢さんに彼氏ができるんですね。もちろん OK したんだよね。いや、まだ。え、だって二人きりなんて緊張するし。東洋一のクールビューティーが何を見てるんですよ。好きなんでしょ。好きなのかな。いや、かきだって。そんなの無理だって。女子って練習練習。かきを彼だと思って言ってみ。かっこいい。自然なにやけが。好きです。これカッキーのリアルな反応。リアルな反応。やばい。おにぎりパックです。は？緊張する時の気持ちをおにぎりにして食べちゃうんです。ありがとう。覚えておく。あれ、でも久保さんも大学で一目惚れした人がいるって言ってましたよね。これっていうかね、聞いちゃう。聞いちゃう。実はこの1週間で彼と目が合った回数8回。なんと先週から2回も増えちゃったんです。早く自分が一番多くてなくて。でも今日から私は動き出すって決めたの。頑張りすぎるくらい頑張ってみる。セイラも青春は今しかないですもんね。私もそうだね。今、私も今多分みんなと同じ感覚。じゃあ報告はまたこの場所で。みんないい恋するぞ。あすごいね。うわ、一緒に帰りませんか。かわいい。これ撮ったね、一人で。え、あ、私に。今から大学ですか。かわいい。やばい、こんなまま。出会った。
コメディタッチちゃんだっけ。コメディタッチでしたけど。はい、ということで、私聞いて言わなくちゃ見ていきましたが、はい、どうだ面白いんだけど面白いね、結構コメディっぽさも、うん、要素もありつつでしたけど、うん、撮影振り返ってみて梅はどうでしたかこれ。いやでもなんかその私たちのテンション感の、うん、なんかちょっとこうおふざけの延長線上で使われた、うん、使ってくれたこうなんか所作だったりとか、うんうん、なんかそういうところが盛り込まれてたのがちょっと面白かったし、いろいろ小ネタもあったから、そうなんよね、そう本当に終始ね笑ってたこの撮影。結構役柄もさ、うん、梅あんまりこういうのないかもね。ないよね。でもすなんかすっぽいかも。あ本当すっぽいのかな、なんかでもちょっとなんか落ち着いてる感じの、うん、落ち着いてる感じのところがやりやすかったです。あ本当、うん、かった。でもそんなね梅の告白を受けてガッキーがちょっとガッキーがそこあそこね面白かった。結構あそうですよね、うん、ちゃんとガチですもん本当の反応だったんです。そう本当の反応で本当はセリフ違ったんですけど。あそうなんだ。違った違った違ったけど可愛いと思ったので可愛いとっさに出ちゃったやつ。とっさに出ました、うん、めちゃめちゃいい表情してた、ね、かわいかった。すごいよかった、セイラちゃんは。いや楽しかった、もうとにかく楽しかったけど、うん、もうなんかしおりちゃんのところどころ出てくるなんかあのコメディチックの、うん、あの顔とかがもう個人的にめっちゃツボで、うん、もう全部面白かった、うん、面白かったコメディに寄せすぎてしまったいいそうよ、そういう感じよ、うん、な本当、うん、よかった。でもあれがあってのなんかすごい全体的なテンポ感が良かったというか、うんうん、嬉しい。撮影はさ、うん、本当にこのドラマの順番で撮っていったじゃない、うん、で全部で何カットあったんだろう。80、90ぐらいだったと思う。90近くあったんだよね、うん、だからすごいワンカットもそのなんて言うんだろうな、何回も撮り直しとかじゃなくて、うん、サクサクこう一発撮りみたいな感じだったじゃない、全部のシーンが。だからすごい緊張感もありつつその場で出た反応っていうのをね、救ってもらいましたが、ねえ、うん、でもみんなやっぱさ、うん、真面目じゃん、ここ、うん、真面目組真面目組だよ。とかもさなくさ、うん、進んだのがすごかったな、すごかった、ね、それは本当に思った、うん、みんな台本覚えてきて、そうこのメンバーだからだなと思って嬉しい。意外な組み合わせであるけどやっぱりその根本的な部分が似てるから、うん、だから安心感も ね楽しくできたと思います、うん、しっくりきたね。ね、うん、こちら乃木恋では本作の YouTube 公開を記念してアプリをログインするだけで全員にまた好きって言わなくちゃスペシャルカードがもらえるログインボーナスキャンペーンを実施中です、うん、そしてですね、4人のドラマはこれで終わりではなく、うん、この世界の続きを描いた4人のソロムービーがございます、ね、撮影しましたね、はい、そうなんです。乃木恋アプリではこれまでランダムで1人分だけ映像を先行公開していたのですが、うん、やっぱり全部見たいですよね。見たいんじゃない？見たいですよね、うん、というわけで今回の特番で全員分のソロムービーを公開しちゃいます。おやったー。それではセイラちゃん VTR 振りお願いします。また好きって言わなくちゃソロムービー4人分続けて私たちと一緒に見ましょう。どうぞ。これだ、一番見たくない。一番見たくない。今日は誘ってくれてありがとう。すごいさ、大学以外で会うの初めてだ。この男性役の方なんか本当は別の方だったんだけど私がヒール履いてるから越しちゃって身長急遽ね別の方がそんな話あるの。すごい。そうなのよ実はそんなことあるの。そうなんですよ。かわいい。あおにぎりパクパク。あやってる。パクパク。かわいい。かわいい。ギャップ。ギャップは。ギャップ萌えがえぐいです。いやこれみんな。あ、あら。あら。もう聞かせろ。あら。私に。あ、いいよ。大丈夫大丈夫。そうね。しちゃうのよ。え、かわいい。なに？これに来ました。あ、泊まり場に。みんな大変。彼が私に
緊急作戦会議お願いします。かわいい、かわいい、開こう開こう、かわいい、超かわいいじゃん、かわいい、やだやだ、甘々なめだ、心臓持たない、あ、久保だ、あ、来ました、来ました、わあ美味しそう、どうしよう、実際に食べさせてくださ い、ね、すいません、はい、いらっしゃいませ、ホットケーキカップのキャラメル味一つください。かしこまりました。お、あら、あ、あら、なんでこれ、しゃがむだから彼がだからね、どうする、教科書みたいな、あ、確かに、やばい、いつもの出ちゃってる、いつもの出ちゃってる、くと戦えた、どうも、出会ったよ、あら、え、はい、うん、うん、なんかみんな大変、私初めて男の人に緊急作戦会議を開きます。バッグが押されすぎてさ、漫画が入んなくて、あ、そうなんだ、ねじ曲げて見えてない、おしゃれバッグはちっちゃいから次はカッキー、待ってる、待ってる、イケメン禁止、かわいいよ、かわいいな、あ、やだ、かわいい、超青春だね、制服が似合う、うん、ほんと黒髪生きしか勝たん、よかったら頑張れ、言えるよ、一緒に帰りませんか、帰る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 、かわいい、かわいすぎない、すみません、私から誘ったのに何話していいかわからなくて、あ、私のカバンですか、全然平気っす、自分結構力あるんで、やっちゃった、かわいい、キスって言われたのに、あ、でも何の手でもそれ持つよ、あ、え、あ、うん、え、なんかうわー、大変です、先輩が、先輩が緊急作戦会議お願いします、いや、すごい、やん、このロゴめっちゃ良くない、ね、かわいい、ラスト、ラストですね、自分の待ち伏せがあるですね、待ってます、うん、もうすぐ先輩が来る時間や、ドキドキする、かわいい、来たな、お、来た、かわいい、先輩今から大学ですか？偶然ですね。私もちょっと今帰りで。先輩、それって誰からもらったキーホルダーですか？あ、おかわいいよ。女の子からもらったんかなって。出ちゃった、出ちゃった。ごめんなさい。そういうことが聞きたいんじゃなくて、もう大丈夫です。さよなら。あ、いいの？それで。おお、 U ターン、道幅狭いんで結構 U ターンかな一つ質問してもいいですか、うん、聞きな、先輩って、うん、今好きな人いますか、うん、言ったね、そっちこそいるね、え、聞かれたんだけど、これちょっと、ちょっと完全に答えてからにしてよね、そうだよ、聞いてなかったし
あ、私だけ自転車で大丈夫ですかね。あ、そうだった。大変です。私、先輩に緊急作戦会議お願いします。そうそうそう、かわいい、かわいい。わあ、今さらふみみたいに決まった。個性あふれてた。あふれすぎてた。面白い。のやつなんかめっちゃ甘々だったじゃん。そうなのよ、意外と。意外とね。そう。でもなんかね、神社をさ散歩するっていうかさ、うん、なんか2人で歩くっていうのもすごいいいなと思ったし、ね、うん、そのセイラが教えてくれてたさおにぎりパクパクをね、うん、実際にやったりしたの、うん、こんな強なんかかっこいいつけてる見た目だけど、うん、なんかすごいなんかね緊張しちゃうみたい。いやー、うん、あのギャップが最高、うん、最高もあるさ。これをさ先にさ、うん、私ソロムービーから撮ったから、うん、全体のセイラからまあ設定上はさ教えてもらってるけど、うんうん、初めにこれをさ自分一番初めにやったら、うん、セイラどういう感じでやるかなと思って、ね、全く違うのやったらやばかったね。ちゃんとやってたね、パク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 やって実施してました。面白かったです ね。続いてカッキーはもう、はい、王道系と言いますか、うん、待ってて一緒に帰りましょう言うて、うん、そうね、言いましたね。言ってましたね。言ってたね。超可愛いじゃん。超可愛すぎた。待ってる姿がもう、うん、ヒロインなんだもんね。これ本当になんか知らないとこで見てほしいですね。分かるよ、自分で見るものじゃないよね。自分で恥ずかしいね。確かに本当に恥ずかしくなっちゃって。カッキーの笑顔ってやっぱすごい宝物なの。分かる。海に撮ってんの。そう、それをさもう画面いっぱいで見れるってさ、ちょっと止めちゃうよね。止めちゃう。そこね、一緒に帰りましょうって言って、いいよって言われた時のニコっていうか、可愛かったね。でセイラちゃんは待ち伏せしてたよ、もう、うん、重いですね。重かったね。重い女ですよね。似合うよ、うん、似合うよ似合うよ。関西弁の設定の女の子だったんで、うん、ちょっとね関西弁を引っ張り出してやってみたんですけど、うん、なんかいざ見るとすごい恥ずかしくて、そうね、ちょっと苦しかったです。苦しかった。でも関西弁がさらに甘さをね、うん、増してる感じが。かわいかった。そんなこと言いますけど、しおりちゃん、うん、じゃ あなた、私のだけコメディだった。かわいいの要素がなかったから。かわいかった。嘘だ。そうだ、かわいいが前提にあるからもう、うん、あれがいいのよ、うん、あれでいいのか。ちょっとなんかウブな感じがたまんなかったよ。、うん、なんかありがとうございます。だって隣に行く ね来ただけで座り込んじゃうんだから、うん、あんな感じなんだね、うん、結構本当に、ね、あのなんかウブな感じがこれから僕の前でどうなるのみたいな妄想が膨らむ、ね、そうだよ。先ほどのソロムービーをご覧いただいた通りですね、恋愛作戦会議の続きが気になる終わりだったと思いますが、うん、実はこのストーリーには続きがあるんです。ご覧いただいた映像の後を描いたストーリーが乃木恋アプリ内また好きって言わなくちゃイベントで配信中です。ゲーム画面もあるようなのでちょっと見てみましょうか。見てみましょう、はい、気になる。すごいね。わお、お出ましたね。いいね、いいね。わあ、そんな感じ。あのカフェだね。そうだね、本当だ。衣装でね、これはすごいね。すごい、すごい。これになるんだね。本当にカフェにね実際に来ても一緒にいるみたいな。うん、うん、すごい。この乃木恋の音楽聴くといいな。ねえ、好きです。すごい好き。めっちゃいいよね。めっちゃいい。あら、かわいい。かわいい。久保落ち着いてるね。落ち着いてる。隠してるよ。いやだ。隠してる。うん、ほらこんなポーズしてる。やばいとこだね。お姉さん、お姉さん。ミリ見た後だとよりね、リアル感が増すもんね。そうだね。遊んでる人がこう脳内で再生できるからいいですね。確かに理想の感じで、ね、本当にそう、ね、似合うねこの制服も。だって
現役じゃないでしょ、二人とも現役じゃない、全然似合うよね、まだ。なんならしおりちゃんの方が年下、そう、私の方が年下のより大学生役だったから確かに、そうなんですよ、違和感ないね、まだいける、似合うよね、本当違和感ない、いけるいける、うん、いけるかしら全然いけてるよ、超可愛いね、私たちもまだね、うん、この後どんな展開になってるのか、そうだね、分かんないからね、だって絶対この子たちまた恋愛作戦会議開くよあんなちょっとのことでさ、開きましょうみたいな感じだから、うん、確かに絶対また開く、絶対また少女漫画こうやって絶対一生ここのカフェにいるんだろうね、そういるよ可愛いね、でも、こんな感じでね、皆さんに実際に楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですけど、イベントを進めるとですね、私たち4人それぞれの特典ムービーが見れたり、限定カードがもらえるガチャキャンペーンも4月の23日まで開催中です。こんな写真が手に入るというのを少しだけお見せしたいと思います。お、あら、かわいい、あら、かわいい、神社で閉じまじゃ、あー、デートしてる感ね、デート感あるね、なんか確かにね、あら、あ、いいね、実際に、ちょ、おしとやかな感じで、おしとやか、おしとやか、おしとやかに、ね、静止画ぐらい、あー、これね、青春の1ページですね、あー、いいね、自然光が似合う、ずっと笑っててほしい、あー、自転車、自転車乗ってて、あ、かわいい、あ、綺麗、お嬢様、光が差してしまってるね、こんな感じになっております。またですね、アプリ内イベント連動ムービーは私たちメンバーだけ見てみたいと思います、そう、ぜひ視聴者の皆さんはね、ゲットしてお楽しみくださいということで、え、こんなの撮ったか、撮ったわ、撮っ、いやだ、これ撮ってる横で私見てました、しおりちゃんが撮ってるの、真横だった可愛かったな、可愛いね、あ、撮った記憶が、するする、ギャー、可愛い、そうだよ、何するやつ、可愛いな、ね、あら、あれ、いや、かわいい、積極的、いや、これ見てほしいですね、さらにかわいい一面もね見れますので、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います、はい、そしてですね、さらにまだまだお知らせがございます、はい、そうなんですよ、梅沢さんお願いしますよ、乃木恋6周年記念で誕生したですね、乃木恋公式 LINE アカウントで4人それぞれの限定ムービーが視聴できるキャンペーンを実施中でございます。はい、これはですね、 LINE を友達登録すれば無料で視聴できるので、ぜひチェックしてみてください。ぜひぜひこれはね、見ていただきたいです、お手軽ですね、見てください、お願いします。というわけで、また好きって言わなくちゃは YouTube でドラマとともに、乃木恋アプリも一緒に楽しんでくださいね。はい、ここでもう一つですね、乃木恋の大事なお知らせがあるようなので、カッキーお願いします。はい、今回の映像で私とセイラは高校生、はい、梅沢さんと久保さんは大学生という設定だったんですけれども、うん、今回のムービーにとどまらない意味があるんです。お、今から乃木恋ユーザーの皆様に向けた大事なお知らせを読み上げたいと思います。お、何ですか、何ですか、乃木恋から大事なお知らせ。おすごい。1、乃木恋が6周年を迎えて大型アップデートします。おそれは世界観、舞台設定が新しくなります、ゲームの主人公であるあなたと1から3期生が大学生になります。お、今まで後輩だった3期生は主人公と同じ大学2年生です。お、そして3期生さんはシェアハウスに住んでいます。おどんなことやってそうですか、シェアハウスで3期生さん、もう収集つかないね、いや、毎日夜更かし、そして秋元真夏さんや斉藤飛鳥さんなど1期生さん2期生さんは先輩になります。1、2期生は一人暮らし、そしてキャプテンの秋元真夏さんは主人公の隣人さんらしいです。やだ
ドラマがまた生まれちゃう。生まれそうだよ。ご飯とか持ってっちゃう。食べ過ぎちゃったんで。やだ。そして大学生編が加わることも少し、はい、大人の恋も起きちゃうかも。あら、大人の恋も。そして4期生は高校生設定のままで、うん、4期生は寮から電車通学、そして主人公とよく駅や電車で一緒になる。うわ、理想は、また青春のような恋が起きる。これいいね、いいね、広がるね、はい、以上ですね、うん、はい、なんと実はマップもあるようなんです。うわ、広い、すごい、すごい、すごい設定凝ってますよね、すごい、そしてあの大学も高等部も同じキャンパスの敷地内にあるから、こう分かれててもみんな一緒っていう感じになってますね。なるほどね。今回のカフェも新しい乃木声で出てくるかもしれない。確かに確かに、これあの研究しちゃうんじゃないの、ね、学園祭とかありそう、ありそう、体育祭とか、うわもうすごい、いいね、マップがあることでさらにね、妄想も膨らみますので、ね、皆さんに楽しんでいただけるかなと思います、はい、設定のアップデートはですね、6周年を迎える乃木恋でも初めてでして、アップデートの時期に関しては5月中旬目標となり、今後に関しての情報はアプリ内で発表していく予定とのことです。というわけで7年目に向けて乃木坂46と共に歩む乃木恋の今後をご期待ください。キャンペーン情報、大幅アップデートのお知らせなど盛りだくさんの内容だった乃木恋6周年特番、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ここでプレゼントのお知らせをガッキーからお願いします。はい、今日ご紹介したまた好きって言わなくちゃのポスターに特番に出演した4名のサインを入れて抽選で3名様にプレゼントします。はい、応募方法は乃木恋公式 LINE をご確認ください。はい、ということで今後の乃木恋でやってみたい企画なんかもね、考えてみようかなと思うんですけど、活気はありますか。私ミステリーが好きで、おー、なんかミステリーやりたいです。恋のミステリー、恋のミステリー、恋の響きミステリー、それこそこう乃木恋を楽しんでくださる方に向けて、さっきみたいなキュンキュンした感じのね、ドラマとか映像なんかもお届けできたら、ね、楽しんでいただけるかなと思いますが、アプリ内のストーリーもほら変わるじゃない、アップデートするじゃない、その中でどういう設定があったらなんか楽しいかな、設定ね。でもそれこそ3期生がシェアハウスをするっていうのがすごい嬉しくて、嬉しい、もう詳細にさ、なんかシェアハウスのマップも欲しい、うん、確かに部屋の部屋割り、確かにそれで言ったらさ、寮もさ、あ、寮も部屋割り、部屋割、寮の部屋割りと寮長を決めて、寮長寮長、確かにね、かっこいいね、楽しそう、いいな、そういうね、アプリの中でもいろんな設定も覚えていくと思うので、うんうん、皆さん楽しんでいただけたらと思います。それでは最後に一人ずつ視聴者の方へメッセージを最後に言おうかなと思いますが、セイラからお願いします。はい、これからまた7周年に向けてみんなで一丸となって頑張りたいと思います。いや、ぜひこれからも遊んでください。これからも皆さんにたくさん楽しんでいただけるように私たちもたくさん頑張りたいと思いますし、これからも遊んでください、よろしくお願いします。なんかこれから先7周年に向けてもっともっとなんか乃木恋としていろんなことに挑戦できるんじゃないかなと思うと私たちも楽しみですし、そういう姿を皆さんにこれからもお届けできたらと思うので、これからも乃木恋よろしくお願いします。6周年アンバサダーにも就任させていただいて、これからもっといろんなことに挑戦していきたいなと思っていますし、7周年に向けて皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツをメンバーとスタッフさんと一緒に考えてやっていきたいと思っていますので、引き続き応援よろしくお願いします。ね、6周年まだまだ一緒にみんなで盛り上げていきましょう、はい、そして最後のお知らせです、乃木恋アプリではログインするだけで毎日300乃木コインがもらえ、最大3000乃木コインがもらえるキャンペーンを4月27日まで開催中です。3000乃木コインが貯まると10連ガチャが回せます。前半に紹介したまた好きって言わなくちゃカードも無料でもらえるお得な期間なので、ぜひやってみてくださいね、はい、ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。